Hey, what's going on, guys? Jun here with Hapa Eikaiwa, and joining me today is my buddy, Atanas. Welcome back, Atanas. How are you doing today? Hey, Jun. How are you doing? Good, man. I'm doing good. Today, I want to talk about COVID slangs. コロナがね、こう広まって、アメリカはここ1年半ぐらいでコロナに関連するスラング、口語的な表現がぐわっと増えたんだよね。で、僕も多分気づかないうちに使うようになったんだけど、今日はアメリカで使われているコロナの表現と、ヨーロッパに住んでいる、ロンドンに住んでいる、今、アタナスが日々聞くコロナに関連する表現をちょっと一個一個紹介できればいいかなと思っているんだけど、アタナスね、今ロンドンに住んでいて、実際どう？やっぱコロナが広まってから、コロナから派生した新しく広まった表現っていうのは結構たくさんあるの？まあ、結構あるね。今ここにリストをちょっと作ってみたんだけど、前ではなかった言葉とか、少し変わった意味の言葉も出てきて、いいね。まあ、変わったね。ちょっと一個一個紹介していこうか。アメリカで言う表現と、ヨーロッパで使ってる表現をちょっと比較して、もしかしたらね、アタナスがこれから言う表現って、アメリカでは聞いたことがないかもしれないし、僕がこれからアタナスに紹介する表現も、もしかしたらアタナスにとっては初めてかもしれないから、ちょっと一個一個比較していこう。じゃあ、アタナス、I'll let you go first。これは結構仕事とかで、I hope you are safe とかで、I hope you've been safe みたいな感じで E メールを始めて、で、最後の方に Stay safe, stay healthy などっていうのが出てきて、こういうのって昔は例えば何か natural disaster が起きた時とか、まあ本当になんか特別な時にはしか使わないけど、これがもうすごい増えてきて、Stay healthy, I wish you good health などっていうのが本当に増えたね。なるほど。考えたこともないけど、でも確かにメールとか、最後の文章に stay healthy, stay safe っていうのは使うようになったね。僕もだってメールとかでも言う、ね、書いてるし、こういう動画とかをね、作るときも、特に最初コロナが広まったときは stay safe guys, stay healthy っていうのはね、よく言ってたね。考えたこともないけど確かにそうだね。なるほど。じゃあアメリカでは何が、どういうような言葉が流行り始めたの？まあ、これ最近だけど、ちょっとこれ僕ヨーロッパでも気になるんだけど、Anti-vaxxer。 これよく聞くんだよね。 Vaxxer。 Anti-vaxxer。 これ知ってる？これって結構使われてる？いや、これもすっごい使われてるね。すごい使われてる、うん、使われてるね。そう、 Anti-vaxxer is short for Anti-vaccinated person, I guess。 Vaxxer っていうのは Vaccination の略した言い方で、スペルの仕方も V-A-X-X-E-R で Vaxxer っていうふうにこっちでは表現してるんだけど、まあワクチン接種をしていない人のことを Anti-Vaxxer っていうふうに、まあこっちではもう、表現をすることがもう結構普通だよね。なんかもうなんかみんなが使う言葉になってきたんだけど、ヨーロッパもやっぱそうなんだ。そうだね。もうこれはこの言葉はもうそのまんま、もう現地の言葉にも入っていて、もうブルガリア語とかでも、多分ドイツ語とかでもそういうのでも入ってるんじゃない、このまま。なるほどね。不思議だよね。でもこれ不思議なのが、ワクチン接種をしていない人、もしくはワクチン接種に対してちょっと抵抗を感じている人とかをアンタイヴァクサーって言うけど、でもワクチン接種をしている人っていうのはヴァクサーとは言わないんだよね。これ必ずアンタイヴァクサーのアンタイヴァクサーっていう言い方をしていて、例えば僕がアタナスに Are you a vaxxer? っていうのは絶対言わないよね。言わないね。確かにそれはあるね。だから僕が例えばアタナスにそのワクチン接種したっていうのを聞くときは Did you get vaccinated? っていう言い方をするけど、彼はワクチン接種をしない派だっていうのを表現するときは、He is an anti-vaxxer, she is an anti-vaxxer っていう、こういうなんか使い方だよね。OK、じゃあ次、アタナスの番、どうぞ。まあ、例えばもう一つ、これは結構、国々面白いと思ったのが、こっちで、もうやっぱり家での仕事がもう断然増えて、まあ、今でもオフィスと家のまあ半々っていうような感じで、work from home っていうのがイギリスで、よくこれはまあ、E メールとか、そういうまあオフィスのカレンダーで WFH Work from Home の省略なんだけど、ブルガリアでは
まあ、ホームオフィス。でも、その英語の言葉のままで、Are you home officing? まあ、そういうふうには言わないけど、ホームオフィスを家から仕事するっていう意味になっていて、確か日本ではテレワークっていうんだよね。へえ、面白い。ホームオフィス。アメリカでは使わないな、その表現は。アメリカはもう work from home。But in your case, are you home officing? っていうふうに表現をするんだ。そうだね。そのままの言葉をホームオフィスでブルガリア語でも使うのが、これは面白いと思った。ね。で、日本語の場合はテレワークをするっていうね、あいうふうに表現するよね。Wow, very interesting. So English, work from home, and where you live, it's home office. じゃあ次、僕の表現はこれかな。じゃあホームオフィスにちょっと関連して、コーレンティーニって聞いたことある？コーレンティーニ。知ってるこの表現？そうだね。これはもう当たり前の言葉になったね。当たり前になった。うん。コーレンティーニってなんだ、アタナス？これはもう、なんて言うんだ？その、コーレンティーンのうちに作るカクテル？そうだね。Exactly. ここはね、個人的にわからないのが、コーレンティーンの時に作るカクテル、それともその時に作るマーティニーだけのことを言うのかが個人的にはよくわからないけど、うん、2つとも通じるような気がする。そうだよね。まあ、ここはだってコーレンティーン、ね、隔離をするっていう表現とマーティニー、ね、コーレンティーンとマーティニーの造語でコーレンティーニーで、だけど僕が理解してるのは It doesn't have to be a martini. It could be any drink. ハイボールでもね、オールファッションでも、まあ、自分が好きなカクテルを家で作って、でコーレンティーンしてる間にお酒を飲む、カクテルを作る、コーレンティーンって、まあ、こっちでも言うよね。そっちでもやっぱ使うんだ。そうだね。やっぱりコーレンティーン関連はあって、結構初めの方はね、やっぱまだ新鮮感があった時で、うん、家でよく飲むような習慣が増えたからね。そうだね、うん、でまあ多分こうやってズームでつながってズーム飲み会もやりながらコーレンティーニを作るっていうね。そういう感じだよね。オンライン飲みだね。そうだね、まあ、お酒好きな人はみんな知ってる表現だね、これは。じゃあこれちょっと、これどうかな。コロナベイビーズって聞いたことある？コロナベイビーズ。いや、コロナベイビーズ。I'm one of the parents. I just had a baby about 2 months ago. So our baby is a corona baby. コロナ期間で生まれた赤ちゃん。まだ実際に多分統計は出てはいないけれど、よくアメリカで言われているのが、このコロナの期間中に子供を産んだ人たち、両親が多い。で、特に多分今年に入ってね、秋のこの時期って、結構ね、I feel like, at least, you know, among my friends and the people that I know, I feel like many people are having babies. So, we refer to this period where people had babies during the coronavirus as corona babies or COVID babies. 両方とも言うね。このコロナ期間中に生まれた子供のことだね。I have one more here. Mask up っていう表現知ってる？これ絶対にコロナの前はなかった表現で、まあ、マスクはね、もうマスクのこと。で、マスクを着用してくださいっていう表現を、例えば英語の正しい文章で言うと、put on your mask になるんだけど、これをすごくシンプルに今言うのは、make sure you mask up っていうと、これ、マスクを着用してくださいっていう意味になる動詞になったんだよね。マスクをつける、マスクを着用する、 mask up。 これってイギリスも使うの？ make sure you mask up。 そういう風ではあんまり使われないね。多分ここはアメリカとイギリスのちょっと違いで、イギリス人は長めの文章が好きだから、多分ジュンが最初に言ったように make sure you have your mask on、 or make sure you put on your mask などのような感じで、例えば、まあ、電車とかバスにいる時のアナウンスメントがあるかもしれないけど、たまに、まあ、個人の話の時にマスクアップとか言う。なるほどね。うん、まあ、結構口語的な表現だからね、ここは。うん、でも、マスクを着用する、マスクアップ。あとは、そこなんかある？ズームしようとか、レッツズームの後に、もう一つ聞いたのが、ズームボミング。
Zoom bombing. イメージできるね。これはフォトボムと似たような感じで、まあ、これは正直聞いたことなかったけど、これには自分も気をつけてた。例えば、バックに誰か出てきてほしくないときに、仕事とか何かの真面目なズームのときに出てこない、欲しくないのに、相手は出ようとしてたりとか、でそれをズームボミング。いや、じゃあちょっと知らない人に、フォトボーミングが何なのかをちょっと説明してくれる ?What is photo bombing? Somebody comes uninvited or surprises you in a picture completely out of the blue is photo bombing.まあ、思わず誰かが、まあ、サプライズで後ろの写真で何かを、まあ、ジョークをやっているか、まあ、偶然何かこっちを見ているとか、ね、まあ、故意的に邪魔を しているような感じ。そうだね。僕とアタナスが例えば一緒にこう写真を、ね、撮ろうとした時に、立って撮った瞬間に後ろの方から友達がああってこう顔を出して、なんかこうね、変顔とかをして、せっかくのこういい写真、例えば僕とアタナスがね、なんか富士山をバックグラウンドにこう素敵な写真を撮ろうと思ったのに、なんか変な顔がね、その後ろにまた映っている。That's a photo bombing right there。で、まあそこから由来してね、フォトボーミングがズームボーミングになって、まあこういうね、ズームをやっている最中、特に仕事ね、ミーティングとかをしている時に、後ろにね、友達とか、まあ、例えば子供とかもいるとね、子供ってやっぱ分からずにやっぱ入ってこようとするから、まあそういう状況でも使えるかもしれないね。まあそんなところかな。他になんかある？僕の方では大体こんなところだけど、でも結構ね、なんかやっぱいろんなスラングあるよね。これだけでもいろんなのを今日話したけど。そうだね。他にもきっと出てきそうな気もするからね。ね、なんかこれからまた来年に向けて、また新しい表現が出てくるかもしれないけど、とりあえずね、まあコロナでアメリカと、まあやっぱ似てるね。国関係なしにこういう表現っていうのは今もうネットの時代だから、もうみんなやっぱこうね、一般的に使ってもう普及していくものなんだね。Alright guys, well, I hope you guys enjoyed our video today. Atanas, thank you very much. That was a lot of fun. Thank you for educating my English learners today. And we'll have Atanas Sensei back again. To teach us a little bit more English. All right, guys. Thank you guys very much. Have a good one. Bye, guys.